こんにちは、ドクターネックスです。さあ、昨日クラブの放送がありまして、千人決戦のガチャ、それぞれどんなキャラクターか動画で発表になりました。で、何件か質問もいただいたんで、これをもう一度おさらいしていきたいと思います。まずはこのガチャ、確率2倍ということで、星5が 6% の状態で、闇鍋が全部で9体、闇鍋と含めて全部で9体、実際出るやつはですね、各 0.67%、出るのは新キャラ、4体とネム、カコキスケ。カコキスケはこの、ランブですごく役に立つんで、まあ全然持っといて損はないキャラクターですね。で、もしなんだ3体とか6体とかそれでもさらに余ったとかいうことであれば、必殺技レベル上げたらいいしね。ラブ、ローズ、ヤチルまでか、持ってないのはローズとネム、そして新キャラ、確率的には結構いいんじゃないのって思いますね。で、このガチャが、11日間ありまして、で、次10日から13日に強楽がピックアップ。ピックアップの方がね、美味しいんですよ。強楽だけ当てたいっていう場合は、このピックアップは 1% なんで、単発でもうこいつだけ欲しいっていう場合は、強楽だけ欲しいっていう人はこれを狙うのが一番確率としては高いと思います。あー、閉じちゃった。これ1個前に戻るがなくて、すごいめんどくさい。で、ちなみに強楽のところは、強楽、加点胸骨、残白刀ですね、七尾。これは、加点強行持ってないし、強力も、当てたいしっていうので、ここ引くのはある。その次、その次はひつがや。ひつがやのところはひょうりん丸と、ひなもり、京都ひなもり。これ僕どっちも持ってないんで、全然ここ引いてもいいしね。で、さらにさらに、ビアグヤ。ビアグヤのところは、甲賀と、千本桜。僕は甲賀持ってないから、これもいいですね。どれも 1%。で、ラスト。今回、僕の中で最も当たりだと思っている駒村、駒村と伊庭さんと心山地。僕心山地持ってないんですよ。だからもうね、どのピックアップも引いて美味しい感じ。さあ、さらに、それが終わって9月の22日から再度、今度は6キャラ 3% なんで 0.5%、 確率としては下がりますが、各強化の雫20個、これ結構ねでかいと思うんだよね。4回やればもうほぼワンセット揃うからね。まあでも40連引いてその80個を手に入れるんであれば、まあ普通に回した方がいいかな。で、ここはここでまた闇鍋が、キャラクターは別で、一角と、イズル。まあ、イズルは通常25なんで、非常に使えますね。で、まあ、今回のクラブの放送を見る限り、僕の印象としては、駒村が一番でしょうね。なぜならば、リンクが、通常攻撃 20% アップ。そして、習得可能なアビリティが、範囲 15% アップ。通常ヒット数アップ。ですね。で、スーパーアーマー。
これは強いでしょ。めちゃめちゃ強いよ。しかも必殺技を最初に使うことによって、通常攻撃の通常攻撃とか強攻撃とかに、点検が一緒に攻撃してくれるみたいな感じのエフェクトになってました。その次いいなと思ったのは、強弱。このごく稀に促進するっていうのはどれぐらいごく稀かが全然わかんないですけど、まあ、とりあえずかっこいい。そして、使いやすそう。そして室外屋。室外屋の強攻撃1が前方2段みたいな感じですごい使いやすそうでしたね。で、凍結時間が長くなって、あとはここ一つ、生放送では触れてませんでしたけど、防御低下がつくんで、より必殺技が強く感じることでしょうね。そして兄様、リンクが僕面白いと思いますね。この今まで月島さんしか持っていなかった体力最大値 20% アップっていうのがいいんじゃないかなと。で、兄様は固有のスキルとしてバリアが、今回新しく実装されたと。このバリアっていうのは、まあ、これはもう本当クラブの放送見た方が早いんだけれども、本人は3回で、周りは1回どんな攻撃を食らっても大丈夫、持続時間は20秒間、超攻撃一発食らっても大丈夫っていう。でも例えば設置技とかでバッ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 って食らうと、もう2段目から食らいますよとかね。例えばバトルでも良さそうかなとは思うんだけども、例えば駒村とかがね、兄様以外の相手のキャラに攻撃した時に1段目だけなかったことになって、それ以降は食らうからね、普通に。正直まあ面白いなとは思うんだけれども、強いかって言われると、いやどうだろうなって思いますね。ここに書いてあるね、駒村必殺技を使って使用後は通常攻撃4段目の攻撃が拡大。これ面白いですね。はい、非常に魅力的なキャラクターたちだと思います。もう完全に即属性ガチャとか引かれなくなるよね、こんなんね。まあそんなとこですかね。そして9月30日、もう明日ですね。今日の動画の28か、あさってですね。みんなでガチャ引いてみたいなと思いますんで、よかったら、お時間ある方は、秋葉原でガチャ引きましょう。はい。詳細は Twitter の方に書いてあります。今回はここまでです。以上、ドクターのキズでした。お疲れ様でした。